北連農業協同組合連合会は、札幌市中央区に本所がある北海道における、経済農業協同組合連合会。略称は北連、農業協同組合のグループである。生産者への営農活動支援を根幹としているほか、生産現場に不可欠な資材やエネルギー供給、技術面や情報面でのバックアップなど、農産物、 畜産物を安定的に生産するためのサポートを行っている。また、消費者移植を安定供給する役割もあり、北海道内外に北海道産の農畜産物の供給のほか、幅広い PR 活動や地域の社会貢献なども行っている。北連グループの歩み参照なお、石川県白山市松本工業団地内に同盟の企業が存在するが、 合戦の完全子会社であって、本港の北連とは一切関係はない。北連丸にトレーラー写真ごと積載する生乳輸送用コンテナ、北連丸は、川崎近海汽船が船を建造、所有、運航し、スペースの一部を、北連並びに、3加の北連運輸が借り上げる方式で運航される、老、老船。1991年に、 北海道外への生乳輸送拡大を見込んだ輸送整備計画が発足し、検討の結果川崎近海基線の船舶を借り上げる形として1993年7月に7000、総トン級の初代、北連丸が初就航式路港と日立港を20時間で結ぶ航路とした。その後1997年には第2船、第2北連丸が就航し、 2003年には毎日運行に伴う経年劣化から川崎近海基線側から二隻同時の大型化が提案され2006年に約2倍の規模となる1万4000トン級の新造船に更新。以降生乳輸送を年間約17万トンを行い2012年度には 需要に応じ関西方面への出荷比率を高めたため15万トンを割ったもののその後は本州での生産量減少が続いたため2017年度には再度17万トンを超えた近年は野菜類など生乳以外の輸送量の増加で生乳の需要期と農産物の収穫期が重なる9.10月に 満載状態が続き、人手不足によるトラック輸送の低減や災害時の鉄道普通対策を考慮し2019年に2026年の更新予定を前倒しして、積載能力の2割向上と燃費を1割改善した新線を計画。4.5月に更新を予定し、同等から苫小牧港へ運んでいた船便輸送の一部も北連丸の利用に切り替える。 方針都市、東美大丸、北海道丸を改修の上投入した。テレビラジオテレビラジオ。ありがとうございます。